はい、どうも、よりいちです。今回は前々からねちょっと企画してたというか、どんな風にねよりいちさんって編集してんのとか、どんな部屋にいんのとか、どんな部屋にいんのっていうのはおかしいけど、グッズねコレクションをしようかなと思って、で今日こうちょっと急遽動画を撮っております。iPhone の方でちょっと撮影してるので、ちょっと音声がね、あんまりよろしくないかと思うんで、あらかじめご了承ください。あとね、照明っていう照明がねちゃんとして、電気の普通の照明しか使ってないから、ところどころね光が差し込んだりとか、ちょっとお見苦しい点とかもあるかもしれないんで、あらかじめご了承くださいってことで、早速参りましょう。これが私の、ホーム画面になります。で、まあ、ずっと弾いていくとこんな感じですね。まあ、パソコンのキーボードだったり、まあ、ゲーム実況をやったりするときは、まあ、ゲームのコントローラーだったりとか、あとこれは音声ミキサーだね。いろいろ音声をね変えたりとか、まあ、ミュートにしたりとか、声出したりとか、ボリューム上げたり下げたりとか、これ一つでね結構いろいろできちゃうんで、これはちょっと重宝してますかな。マイクこんな感じで、ちょっとねポップガードがちょっとチャチいんだけど一回ね割れちゃってね、アロンアルファでくっつけて直して使ってます。この間ね買った秘密だったよね、この漫画ね、本当にねむっちゃくちゃ面白いからね、これは買ってみた方がいいよ。そう、とっても可愛いし、中はちょっとねお見せできないんだけど、ごめんね光が差し込んじゃってちょっと見にくいね。なんだけどこれはね本当に面白い、絶対ね買った方がいいと思います。こんな感じで、まあピザーラのねシールだったりとか、ちょっといろいろ適当に置いて散らかっててお見苦しいんだけど、あらかじめご了承くださいませ。これねよりいちさんの、これは確か全集中展のやつだったっけ、それのコースターでねやっとよりいちさんグッズが手に入ったっていうやつなんだけど、でまあちょっと引くと、他の人どういう風にやってんのかわかんないけど、モニターはね3台でやっております。だいたい編集するときは2台でやってることが多いかな。3台で あんまり表示させることはあんまりないかな。でまあ編集はざっとこんな感じで、まあ機会があったらね編集ソフトの方とかでどんな感じで編集してるんですよっていうのもやりたいかなと思うんだけど、ちょろちょろっとグッズ紹介させていただくと、ちょっとね散らかってるからあんまりこう大っぴろげにねできないんだけど、ちょいちょいかいつまんでやりたいと思います。さあ、あとちょっと上行くと、ごめんね光の加減でちょっと見にくいかもしれないんだけど、こんな感じ。これはまあみんなもうご存知だと思うんだけど、無限列車編の全カットポスターですね。で本当にこれ買うまでは絶対これ額に入れてね飾りたいと思ってて、炭治郎とか禰豆子とか、まあ猪之助善逸、あと M 赤座とかまではわりかしすぐ手に入る感じだったんだけど、やっぱりねこの煉獄さんがねもう本当に圧倒的一番人気で、劇場では買えなかったんですよ。なので、まあ、某ね通販サイトで購入した感じになるんだけど、これはね本当にめちゃくちゃ気に入ってて、額に入れてねこういった感じで綺麗に飾らせていただいておりますですよ。これはめちゃくちゃ気に入ってる、本当にもうここに来るだけでねなんかこう臨場感を味わえるというか、なんかすごく落ち着く、これはねいい買い物したなって。額とかもね入れるとちょっと値段はかかっちゃったけど、そんな感じです。そうで、ちょっと下がってこれね何気にちょっと気に入ってんの、と職場の人がね UFO キャッチャーで撮ってね譲ってくれたんだけど、そう市松柄のクッションでね、メツって入ってる、これすごいね気に入ってんので、まあ実用性っていうかね、あんまりなんて言うんだろうな、使ったりはしないんだけど、こう飾っとくだけでねちょっと可愛い、かっこ可愛いみたいな感じでね使っております。でちょっとこっち見て、禰豆子のねこのカレンダー、これはくら寿司の付録とかだったかな、結局行かないでねこれも買っちゃった感じかな、フリマサイトとかで買った感じだったと思います。そして、場面はずっと変わって、
もうね、しっちゃかめっちゃかなんだけど、これが、よりいち、私よりいちの数々のグッズコレクションでございます。で、以前、ツイートとかであげたと思うんだけど、これね、しのぶさんのタペストリー。これはね、本当にめちゃくちゃ気に入ってます。ちゃんとね、これ、シワ入ってて、お見苦しいんだけど、うん、ちゃんとアイロンとかね、かけて飾ったら本当に綺麗になると思うんで、これはね、本当にめちゃくちゃ気に入ってんのと、これも通販サイトで購入したんだけど、公式のやつではないのかもしれないんだけど ね、値段もね、そんなにしなかったんだよね。ってことで、めちゃくちゃ気に入ってます。こんな感じで、あとは、ちょっと上の方行って、若干見づらいんだけど、これ煉獄さんのね、これは確か無限列車編が始まる前とかに、購入したかもしれないんだけど、煉獄さんの半袖のね、ちょっとフードがついた T シャツなんだけど、これもね、めちゃくちゃ気に入ってるんだけど、なんだろう、一回も着てないっす。一回も着てねえです。そうそうそう。すっごい気に入ってる、これも。うん。で、まあ、チラ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 見えてるけど、これがね。これがあれですよ。土地狂った時にね、結構増えたフィギュアの数々でございますよ。そうそうそう。あ、これね。リュグルカさんのイラスト、これもねめちゃくちゃほんと気に入ってるんでね、いずれ近いうちに額縁をね購入して、飾りたいと思います。ルカさんありがとうございます。で、他にもね結構フォロワーさんからいただいたものとかたくさんあるんだけど、まあね、こんな感じでございますよ。そう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 、こういった感じ。結構ね、僕はあんまり飾るのとかね上手じゃない人なんで、雑な感じになっちゃって申し訳ねえですね。そうで、この辺があれかな、無限列車編の特典とか、このバースデーカードはね本当にめっちゃ嬉しかったな。煉獄さんの誕生日の日に本当はね配るはずだったんだけど、まあ、コロナの影響でね、延期になって、それで特別上映っていう形で手に入れた、バースデーカーなんだけど、これはね本当に、めっちゃ気に入ってる。そう、嬉しかった。で、いろいろねこうグッズ関連っていうか、思い出はいっぱいあるんだけど、これなんかもね、メモリアルボードだっけ。そう、これも初めてねはしごして、やっとゲットしたやつだったし、で、恥ずかしいことにこれ豪華パンフレットとかもねまだ開けてねえっすよそう、もうなんかね開けられなくて、もったいなくて開けられなくて、これ絶対開けた方がいいよって言われるんだけど、未だに開けてねえです。そうそう、あとはね、この辺塗り絵とかね、煉獄さんのパンフレットとか、赤坂ね一騎打ちのパンフレットとか、このラインスタンプのシールとか、そう、この辺、あとあれかな、細かいところで言うと、このマグネットコレクションとかのやつのね、これは本当にねすんごいあっちこっちのコンビニ回った、でも全然売ってなくて、このネズコとかもそうなんだけど、本当に売ってなくてね、これは結構あっちこっち回ったよ。そうそうそう。で、まあ炭治郎くんと、ねずこちゃんと、これはバンナムで買ったフィギュアなんだけど、あんまりクオリティ的にはね良くないかな、良くないかなって言ったら失礼だけど、そうそうそう、こんな感じです。もうちょっとなんか細かいね、グッズ紹介とかあったら、機会があったら、好評だったらねやろうかなと思ってます。そう、今回はこんな感じ。よかったらいいねボタンと高評価お願いします。じゃあまたねー。